使館は大変なことになってたな。グレイは大使のことを聞いてショックを受けていた。だが彼の息子を救出できたことを感謝してたよ。彼を直ちに届けてほしいそうだが、一方であのヘルガストの科学者サビッチが ISA に接触してきた。町の闇市区画に潜伏中だそうだ。座標をヴァンガードに転送する。このスモーカータワーを足場に発展した一角だ。塔の麓につけて徒歩で上がるしかない。最上部でサビッチと合流しろ。奴と少年の回収は手配しておく。治安の悪い地域だ。しかも町は戒厳令が敷かれ、ヘルガストの警察までいる。賢く素早く移動しろ。その科学者が裏切ったことはクラーテックも把握している。先に見つけられてしまったら命がないだろう。彼と少年とが確保できたら回収地点を指示する。アトナだな。その小さなお友達だが金になる重要人物だ。優しくな。あれ見て、大使館にあったボートだ。博士が乗り捨てて逃げていったみたい。あの人嫌い。病気じゃないのに注射された。気をつけて、ここは警察だらけだ。散開しろ、まだいるはずだ。あのアリエナどもを探せ。なら、前方に検察の検問所がある。町への出入りを監視してるが、突破するんだ。そうすればこうなるって父さんが言ってた。死体だらけになるんだって。あれはスモーカーと昔採掘に使われてたんだ。この先のエレベーターで市場に行けるんだ。
奥ならレバーまで登って橋を下ろせるよ。見てて。やったよ。じゃあその上の、ちょっと待て、通信が入った。我らの都市に降ろし、我らの正義ゆえの怒りをその身に味わうがいい。我らは女系を生き抜いた孤立にも屈さずに耐え抜いた。そしてダナ、サビッチから無線が入った。回線をつなぐ。生物兵器の開発を行ったんだ。自衛のためだと思っていたが、彼はベクタに使うつもりだ。もうそいつを使える状態なのか。そんな大量虐殺は許されるわけがない。そこで私はウイルスにトリガーを仕込んで伝染しないものに作り変えたんだ。トリガーがなければウイルスは使えない。だがウイルスを盗んだことに気づかれたら私は殺される。救出するから落ち着け。を抜けるよ。じゃあ向こうで気をつけて。この男を見かけたか。多分見かけたかも。ゴーストジェネレーター使用可能。やっとか。少年も無事でよかった。よくなんてないよ。グレイ召喚の元に連れて行ってくれ。グレイがトリガー、クラーテックがウイルス、それで膠着状態に持ち込むしかない。なんだ、ドアが。ヤツを生け捕りにしろ。突入するぞ。いいぞ、下を通れる。ありがとう、ダナ。気をつけて。俺が二人を回収する。お前は戦って脱出しろ。でもこれで二人の脱出の時間を稼げるだろう。Trap! Ooh! Let's go!
やつは重装備だ。頭を狙え。お前をバラバラにしてやる。一人やられた。金をもらえればいい。